どうも、マルセロ事業プロデューサーです。今日は、すべてのビジネスに応用がきくアービトラージという考え方について話します。アービトラージって聞かれたことありますでしょうかこれ、もともとは投資用語です。日本語に訳すと最低取引と言います。株式市場やコモディティ市場で現物と先物の,の価格差、あるいは、 同じ商品を扱っていてもマーケットプレイスによって価格が違う場合安い市場で仕入れて高い市場で売れば儲けが出ますよね。例えばマンゴーやパパイヤといった南国系のフルーツは東南アジアではものすごく安価で買えるので東南アジアジでで仕入れれれて、日本で売売ば高く売れます。安く仕入れて高く売ればリザヤが抜けるこれがアービトラージを利かせるという考え方。 テンバイヤーやセドリもアービトラージを効かせたビジネスと言えます。実際、このマンゴーの例は関税や植物検疫、そもそもどうやって輸送するのか等の問題があり、実現に向けた難易度は高いので、あくまで例としてご理解ください。この考え方は、人材価値や人材戦略にも応用できます。実際、私は常にこの考え方を実践してきました。もちろん、 アービトラージという考え方は、後から学んだのですが、私は入社時に海外事業部というところに配属され、4年後にブラジル駐在となり、7年間をブラジルで過ごしました。入社11年目に日本に帰国し、国内の事業部門に配属となりました。私の所属会社でのメインストリームのキャリアは、国内営業を2カ所、約6から10年ほど経験した後、 国内事業部門に配属。その後、国内事業部門を渡り歩いたり、管理部門と事業部門を往来したり、あるいは、海外駐在員として派遣されたりとなります。私は、海外駐在を経て、初の国内事業部門を担当することになりました。周りの同僚は、国内営業で成果を上げ、事業部門に抜擢された面々。 極めて同質な世界に一人逆輸入された外国人のような立場でした当然ながら様々なお作法を自分一人だけが知らず諸先輩方からそんなことも知らないのかとお叱りを受けたつらい日々でしたそんな中で思ったのがお作法ってそんなに重要なことだろうかということ今から集会遅れでそれらを学んでスタートラインに立つよりも 彼らにはない新しい価値を身につけて価値提供した方が組織のためにもなるのではという考えに至りました当時2005年頃はちょうどブログが普及し始めた頃料理ブロガーと呼ばれる方々をインフルエンサーとして起用したりレシピサイトとタイアップしてレシピコンテストをしたりと積極的にデジタル施策を取り入れていきましたさらにその後動画の時代になっていくのですが 動画広告もいち早く取り入れました。ニコニコ動画を使ったレシピコンテストを実施したりもしました。当時、ニコニコ動画をビジネスで活用した大手企業は皆無だったと思います。要するに、自分が劣っている経験値をキャッチアップするのではなく、新たに現れたテクノロジーをいち早く取り入れ、その第一人者としてのポジションを社内で築く。デジタル業界では陳腐なスキルでも、 アナログな世界では独自のポジションが築けるこれを人材戦略におけるアービトラージと呼びますそしてここからがなぜ今日この話をしようかと思ったかという内容につながります一つまダオ代表の泉すみれさんが DAO 事業の裏の目的という話をスタンド FM でされていましたその内容を補足したいと思い本動画を作成しました 一つ間 DAO というのは、既婚女性が中心となり活動をしているオンラインコミュニティ。メイク・アワライフ・フリービューティフルというのがパーパスと呼ばれる活動理念。私はプロデューサーとして関わっています。泉さんが話をされていますが、日本社会では出産を機に一度、社会から離れた女性の活動の場が極めて限られている。方や優秀な人材の不足に悩む企業。 方や働く意思も能力もあるのに働く機会に恵まれない既婚女性だ。乳幼児を子育てしながらフルタイム勤務というのは現実的ではありません。またレガシー系と呼ばれる古い体質の会社は暗黙の了解として長時間労働を強いる。すごく乱暴に言うと長時間労働を捧げた見返りとして昇給や昇進がある。 この戦いにママさんたちが参戦するのはまさに無理ゲー。そして、泉さんが挑戦しようとしているのが、こうしたママさんたちを組織化して、フレキシブルな働き方をしながら、得意を持ち寄って、価値提供をしていく。そんな新しいビジネスモデル。社内で抱えておけないのであれば、外部で組織化して業務委託という形で、企業案件を獲得していく。これぞ まさに人材のアーービトラージママさんたちは価値提供を行いながら対価を得ていく企業は社内人材で賄えない専門性の高い業務をアウトソーシングしていくという形でマッチングが成立ここで重要となるのが「ひとつまダオ」というコミュニティで2年以上にわたり活動してきた実績とチームワーク。 活動を通じてメンバーのスキルセットが可視化されていることに加えメンバー間に信頼関係が醸成されています実際昨年大手建設会社さんから Web3 リサーチブックの制作を受託しました完成お披露目会には先方の常務さんにもお越しいただき大満足いただけました金額の詳細は明かせませんが数百万円規模の案件として受注しました 以すべてのビジネスに応用が利くアービトラージという考え方について話しましたこれを聞いてこういう働き方に興味を持った方概要欄に一つまたをのリンクを貼っておきますので是非ジョインください登録無料です。お聴きくださりありがとうございました